おはようございます。4月29日第309回ポコナカイ金魚ラジオになります。昨日ね、ザポスさんの入荷で面白い、赤目の魚が入っていたので思わず買ってしまって、動画にも載せたんで、まあ、あの後ね、どれくらい売れたのかわからないですけど、面白い魚が入ってくるんだなと。まあ、豊根さんに足芸に通うとね、ああいう魚がね、ヒットするんだなっていうのがなんとなく見てて分かりました。だからまあ本当お店やってるとやっぱりね、見に行かないといけないんだなっていうのはすごい感じましたね。であと黒い底面の水槽も僕んちで使ってるやつで、豊田会長にも1本ね、僕からプレゼントしたんですけど、まあその水槽が今ガポさんの方で販売されてますんで、まあ炭系とかね、おそらくなんかキャリコ系とかそっち系のやつをね、買うときに底面が黒い方が色が引き締まる。であとクリア水槽の底面にね、下ですよね、水槽の底面というか下側、裏側ですよね、に黒いシート引いてもやっぱりなんか反射が強いみたいだね。どうもやっぱりしっくりこないっていうのはちょっと思ってて、なのでうちも今黒いやつで、まあテイスターはね、オイソ使ってるところもあるんですけど、オイソってやっぱりね、薄くなりますね、ちょっと。まあ青っぽい魚とか好きだったらこっちでいいと思うんですけど、まあ炭自体は残るんですけど、なんかもうほんとわけわかんない黒さを求めたいなら、さらに黒いところでね、買うと、もうバシッと、まあこんな感じでね、ちょっとわかりづらいですけど、真っ黒な魚ね。で、あと昨日豊田会長が載せてたね、ツイッターの、まあうちの、赤目と交配したやつの兄弟ですよっていう魚ね、まああんな感じになってくれたらね、とってもありがたいんですけどね、赤目を出す作業の前がとても楽しくなるなと、思って、まあ見てます。今のところ炭はね、上がり始めてるやつを若干ちょっと抜けてきてるやつがいるんで、でも本当に真っ黒でね、ほとんどギンギンがないで、こいつですね、ちょっと見えるか、こいつみたいなね、黒いやつ、ちょっと口がね、あんまり良くないんですけど、こういうのがね、どこまで炭を維持してくれるのか、まあそれも含めてね、違う血統が入っちゃってるんで、どうなっていくのかっていうのは正直ちょっと見えていないところなんでね。ただこれが残ってくれると、そのメス自体が当たりだったのかもしれないっていう話にはなりますよね。そう、残った数の割にいい魚が多いので、半分ぐらい残った魚で、だから結局最終的に形とかが、あとは成長が悪いやつとか弾いてとかも勝手に弾かれてしまったりして、残ったの50匹ぐらいなんですけど、ここにいる20匹ぐらいで、あと2群として6、7匹で、あとはもうちょっと本当に普通瓶ばっかになっちゃったんですけどっていう感じなんですけどね。まあちょっとその赤目の印象は持ってると思うんで、いろいろ使えると思うんで、なんだかんだ残してはいるんですけどっていう感じですね。なのでまあ面白い魚になる可能性は高いのかなと。あと2群の方に落としてたでかいくてちょっと大味の魚たちをね、1群に水槽が広くなったんで戻しました。なんでまあちょっと食い込ましてね、まあ、こっちの方がやっぱり餌の量が全然多く上げてるのと、水替えの頻度もやっぱり高いんで、まあ1群と2群で僕どうしてもすごい差をつけてしまうんで、なんでまあこっちでやった方が育つだろうなと思ってやっています。で、あとツイッター見せてね、まあ、よくちょっとお話しさせていただいたり、鯉の大会にも来てくれた方なんですけど、赤目のね、金魚伝書に載ってるやつを読んだみたいでね、そういうので勉強してるっていうのはすごいありがたい話で、入江さんのね話を、そういうのちょっと一人でも多くの人が知ってくれて、ね、赤目ってあいい魚だなって思う人が、ちょっとでも増えてくれれば本当にありがたいなと。なんでもともと赤目の動画を上げるとね、とんでもなく再生数が低かったのが、ここ最近ちょっとずつね上がってきてて、ガポスさんの動画も、まあ、入荷情報だからっていうのもあるかもしれないですけど、赤目もう本当赤目を前面に出したサムネからあれなんですけど、そこそこ見てくれてるので、赤目もちょっと認知されつつあるのかなっていうふうに、嬉しく思っています。
まあ、正直その僕と豊田さんが出会った時の、ね、赤目の売れ残り具合っていうのはもうびっくりするぐらいだったんで、そこの魚を理解する人っていうのはこんなに少ないんだっていうのは衝撃だったんですよね。まあ、かつ赤目アルビノであのレベルの魚を作ってる人が世の中にいたんだっていう感動があったんですけど、まあ、衝撃と感動が入り混ざったような感覚でしたが、まあ、そこからね、あの1年半、あれ2019年だったかどうだったっけ、もっとかな、2年半ぐらい経ったのかな、ちょっと正確にあれなんですけど、あの去年にだいぶ仲良くなったからまだ1年半ぐらいですね。そう、1年半前ぐらいにその買ってって感じなんですけど、その1年半前で、まあ、赤目そんなにだったと思うんですけど、ここ最近のあのショップさんに入荷してるのを見ると赤目、まあ、アルビノがちょっと若干残りがちになる時があったとしても、赤目の魚のね動きってすごい良くて、まあ発信し続けた甲斐があったのかなと本当にあの嬉しく思っています。なんでこれからもっとね、さらに、まあ、うちもそういうんで赤目の魚をね入れてきてみたりとかしてやってるんですけど、これからねもっと面白い赤目の魚っていうのを作っていけたらいいなと、まあ、あの各所であの、ね、あの赤目の魚作ってらっしゃる方いるんですけど、やっぱりその流通になかなか乗らない魚なんでね、だ本当はそういうのでもっとね、あの、まあ、二橋さんの僕が買った、ちょっとこれ汚くて申し訳ないですけど、こいつですよね、こいつなんて、あの、まあ、豊田会長ベタ褒めの魚で、まあ、あとはサイズをもうちょっと伸ばせたら面白いなって感じなんですけど、ただちょっと面白い魚って世の中にね結構いっぱいいるんで、まあ、それがもっとね日の目を見ていろんなところでね、あの見れるようになってくれたら本当に楽しいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん炭の人気にはね全くかなわないんですけど、ね、赤目はあの素晴らしさはねすごいと思うんで、これはもっとさらに、ね、認知されるように、努力していかないと、まあ、さらに普及するようにね、ちょっと、いろいろ、まあ、啓蒙活動をしていきたいと思っています。まあこんな感じで僕やってるんですけど、まあ、魚何がいい悪いっていう議論っていうのは、まあ、常に金魚では巻き起こる話なんですよね。で、まあ、別にそのでサラサワ菌うちの会ではこういう基準でこうでこういうのを目指しますよっていうふうにやってるんで、まあ、会の中でとかねそういう話をするのはまあ至極真っ当なのかなと、僕は思っています。まあ、結局そうしないとその会の中でね会の魚としていいものっていうのはね見出せないから、でも別に会の外出ちゃうとそれはまた別物の話でね、まあ、僕なんかもそのこの赤目と炭をかけてみたいね、まあ、ショート体型可愛くていいよねとか、ね、長いのも別にかっこいいよねとかやってるんですけど、ね、基本的にはその押し付けるっていうようなことをなくやりたいと思って、僕はこれがいいからこういうのは買ってますよ、こういうのやってますよって発信ですよね。だってまあ自分がかっこいいと思わなきゃ買いたいと思わないしでね、自分がかっこいいと思う魚だったら別に人の魚なんてどうでもよくて、ね、自分がこれこうやってんだからこれでいいんだよって感じなんですよね。だから逆に言うとね、その人の魚を悪く言って、ね、自分の魚をあげようとする人っていうのはまあ前も言ったけどやましいこととか、ね、自信がないとかね、とっても寂しい人たちだと思っています。なんでね、そういう人から僕は魚は買いたくないなっていうのは正直なところで、まあ、自分のものはいいんだよっていうふうに言うのはね、まあまあ人によってそれぞれいろいろあって、まあ、過剰な人もいたりするんですけど、ただ人を下げて自分を上げるって、これまあ僕のね、トコナクラブの方の商品をそういうふうにして売る人がいたっていうので、一時ツイッターですごい怒ってた時が、本赤の方ですね、怒ったことがあったんですけど、まあ結果そのね、そういうことをやってるのを良くないよねっていうのは、なぜかうちの商品がさらにまた売れてしまったというね、いいもの作ってればね、別に発信だけちゃんとしてればね、いいもの作ってるよって発信だけすれば人気は出たりね、欲しがる人は出てくると思うんですよね。でまあ実際その皆さんに行き渡るほど量産できてるわけじゃないというこの状況なんでね、無茶なその譲ってくださいっていうのに対してちょっと過剰に僕も反応していますけど、まあ正直ね、本当は皆さんの手に渡ったらいいなと思ったりしています。だそういう風になるにはまたねちょっと年月がかかると思いますし、まあうちの会がねそういうのでもっと
こう大きくなったり、ね、すればそういうのがもっと可能になっていきますなと思ったりしてるんですけど、まあ、今現状はねまだあの会ができて、本当だから去年研究会っていうのはまあやってみて、でまああの時は炭を入れないでやってたんで、今年から炭はねスタートって考えると、まだ1年生なんですよね。だからこれがねなんかまあ5、6年生ぐらいになった頃には結構会員さんのね魚であのいろんなねあのタイプが出てきて、もっと面白い魚をお見せできるようになるんじゃないかなと、密かに期待しているんですよね。あの情熱がある人たちばかりなんで、まあ、情熱がある人たちがね一生懸命作ると、やっぱりいいものが作れる。で新たなものを作っていく。一概にそのこういう基準っていうのであの見てるんだったら、あのまあ普通のあのまあサラサワ菌がね、まあ、その最たる例で、サラサワ菌を突き詰めるのはやっぱりねきっちり体型だ大型だっても決めないといけないと思うんですけど、まあスミヤ菌っていうのは新しいジャンルですよね。だからこれを考えると、まあ体型がどうこうとかそういうのよりも逆に言ったらこういうタイプも出るんだよねっていうところで、まあ実際そういうタイプを作ろうとしてね、豊田会長は長いものから丸いものを、ね、尾が長いものまでいろいろ作っています。それはなんていうんですかね、まあ、かっこよくて、そして自分がねあのいいものを作れて楽しいっていう、あの純粋な金魚を好きという気持ちから来てるんですよね。まあちょっとねお金の話を前したことがあったと思うんですけど、まあ正直ねあれだけ手間をかけてねお金をかけて餌もねしっかりいいものをあげて、で僕だってこの魚ねあのなんで水槽で飼いたいかっていうと、魚の様子がね見れるんですよね。これすごい分かりやすくて、あのお腹がへっこんでるか膨らんでるかの具合っていうのが、大きいやつの方は餌がちょっと少なかったんでお腹のね出具合が悪いんですよね。でもこっちの魚はねあの朝と夕で2回というか、まあ、2クールみたいな感じで、あの1クールが長いんですけど、そこでバツッと食わして出してまた食わすっていうやり方をちょっとうちは今やってるんですけど、だ1群の方がやっぱりね太り具合が違うんですよね。まあ、炭焼きでね、その体型がどうこうとか言ってる人はいるんですけど、まあ、そもそものね、魚のことを多分分かってない人たちがそういうことを言ってると思うので、まあ、相手にしない方がいいんでしょうね。そうなんで、まあ、うちはそういうやり方をして、ある程度ね、まあ、あとショート体型が今回多かったっていうのはね、含めてな、あれですね。だから別にショートボディ、ショートボディ僕好きなんで、ショートボディでボーンとした魚でね、あの横身でかっこよく映るっていうね、そういう魚をちょっと、今回はこうそうなってますよね。で長いのは赤いやつ長めですよね。長めのはやっぱ伸びが良くて、あと白いのがいいんですけどね、あれはねちょっとあのもしかするとその飲酒を持つことによってその体型にね影響が若干出るのかなっていうのがなんとなく、ここ最近あの豊田会長と話してて自分で理解してきたところなんですけど、あの同じ腹から生まれたとしてね、同じ系統で、まあ、キャリコと普通輪が体型違うよね、尾の付き方が違うよねとか、尾の柔らかさが違うよねってね、よく前からいろんな人から聞いてたんですけど、まあ、実際で相撲やってみてね、鱗の表現から見てね、魚の体型っていうのがね、その魚たちと同じなんですよね。同じ腹なんだけど、その鱗が違う、模様が違う、なんていうんですか、似通ってる同士の体型が似てくるっていうのが、最近やっぱりやってて実感しますよね。まあ自分で作ってみるとやっぱ分かるよって、勉強になるよって豊田会長がよく言ってるんですけど、まあ自分で作ってみてね、そこが特に実感できました。なんでね、今回の体型でいうとキャリコっぽいやつはショートが多いって。で、ギンリン多めのやつが若干長めなイメージですね。で、普通輪とギンリンで、ギンリンがあの、透明輪だったところを覆ってしまった魚っていうのがあるんですけど、そいつらもちょっと長めなんですよね。ただあの例外でいうとこのショート体型のやつ、こいつだけまん丸ですね。だ例外もあるっていうことはあると思うんですけど、まあただ傾向としてそういうふうに寄りやすいのかなっていうのがちょっと分かってきました。なんでこれはもっとね数を取って、まああと10年後ぐらいになるともうちょっとちゃんとした答えが自分の中で見つかるのかなと思うんで、まだまだねこれから取り組んでいかないといけないっていうところだと思います。まあ正直あの炭焼きだけでこれだけ奥が深くて面白いとなるとね、あのいろんな品種をやっている秘
隙間がなくなるんじゃないかと思うんですよね。これだけねタイプ違いが出るね、これが本当面白いですよね。で実際その魚がねあのかっこいいっていうところがまた一番いいところだと思うんですよね。なんで、まあもっと突き詰めてね炭焼きをいいもの、そしてどういうものかっていうのを発信していけるように自身で勉強していきたいと思います。なんでまあ僕たちがやっている魚というのはこういう魚でこういう魚をいいよねっていうふうに、発信していく、仲間とやっています。なんでまあこのタイプが好きな人はまあ応援していただければ、そしてねお店に並ぶ時があると思いますので、そういう時もねその魚が買いやすいように僕は発信していきますんで、ファンの方はねぜひ参考にしていただければ。で別に興味ない人はね別に興味ないんでしょうがないんですよね。まあそんなこと言っちゃうとね船尾は興味ないとか、まあ、改良品種は興味ないっていう人もいたりするんで世の中にはね。まあもともと金魚の趣味ってマイノリティだと思うんですね。だけどそこの中でねまあ、狭い中でもさらに狭く細かくやっていると思うんで、まあ、そこはもうね人それぞれの考え方なんで、まあ一品種の、ね、品評会としてやるならそういう手段はありかなと思いますけど、炭焼きに関してはね、まあ、自由なものだと考えています。まあこれがね尾びれがじゃあ長くなっちゃったよとかっていうと、まあ、ちょっとね話は違ってくると思うんですけど、ただまあサラサワ菌の体型から船尾のもので、まあ、ある程度っていう感じでやっていくのかなと思っています。だから こいつがもうちょっと丸すぎるかなっていう話になるような魚ですよね。まあでも炭ではないんでね今のところ、炭焼菌から出た普通鱗っていうだけなんでね、ただこれだとちょっと丸すぎるような気はしますよね。まあでも楽しいです。こういう魚がね囲まれて、お店で売ってないような魚をね自分で作ってみたっていう、まあ、作ってみたというか、まあ、ほぼほぼ豊田会長の印紙のおかげでね、たまたまそれを赤目に当てたっていう、まあそこだけなんでね僕がやってることは。それからこういう風になってるっていうのはね面白いなとすごい思っています。なんでまあ秋口にはこの魚たちが大きくなってね品評会やった時にまあとりあえずこの辺を何匹かね持っていけたら面白いのかなと思ったりしているので、まあ11月にね品評会をやりますので、炭はねどういう基準でちょっとやるかってまだ決まってないんですけど、まあ基本的に言うと炭自体もねいろんなところから出ているのであれなんですけど、まあ豊田会長の決闘で僕はやるべきなんじゃないかなっていうふうには思ってますね。ただ豊田会長の決闘が入っている魚っていうだけでも相当世の中に出回っているし、まあそれを歌っていない人たちも中で、ね、豊田会長の血を使っている魚っていうのはね普通にいますので、まあそれもね基準として難しいところなんですよね。どういう基準でいけるのか、まあまあこれから会の中でよく話し合って、ね、決めていきたいと思っていますので、まあでも間違いなくいい魚が集まると思いますので、日程の方がね分かって発表してましたらそこに予定合わせてねぜひご来場いただけたらありがたいと考えております。ということで今日はね今日から超大型連休の方もいるような日の初日ということでね、まあ長々とちょっといろいろ話してみました。でまあ僕の金魚としての価値というか、まあ、価値観というか、まあこの金魚、まあ、炭焼菌というものに対してのね認識ですよね、うん、っていうのはねまあ自分がいいと思うものを買えば楽しいんじゃないかな。長くてもかっこいいのもいるし短くてもかっこいいのもいるし、ただやっぱりその痩せさせちゃうとね魚がかわいそうだと思うんでね、ある程度はちゃんと食べさせてあげてねしっかりとした状態にしてあげた方がいいのかなっていうふうにいつも思っています。でもねその魚が太りすぎてるっていうの言い訳にして食べさせてない人って結構いらっしゃるんでね、そういう人はちょっともうちょっと食べさせてあげた方がいいんじゃないかなって僕は思ったりしています。ということで今日も長々とありがとうございました。大型連休の方は、金魚ライフを楽しんで、まあ休みがない人も、まあ、いつも通り金魚の生活を頑張って、他の人を尻目に俺は負けねえぞという気持ちでやっていただけたらありがたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。